城郭の兵について解説する。兵とは、城を取り囲む城壁や城類の上に建てられる壁のことである。主に、城の攻め手による攻撃を回避するために建てられる。五所の築地米城作の築地兵日本では、江戸時代以前、兵を建てることを、掛けるや、つけるといった。日本の城の兵は、石垣や土類の上に掛けられるものが主である。種類としては、 板塀と土塀があり、中世以降の城の兵は土塀が主流である。古代の日本の防御施設である城にかけられた兵は、成長や寺院の兵としても使われていた築地塀と同じ半築土塀であった。半築土塀は、半築板を立ててその中に土を入れて突き固めて作るものである。この土塀の作り方が、金星城郭の土塀志向の基本となっている。 東北地方の多賀城のような柵では角材を隙間なく掘ったてて立て並べて外角城壁の塀としたものがあった。中世以降は主に土壁の塀をかけたり小規模な土類が塀の代わりとなっていた。中世頃の土塀は壁の厚さが三寸程度で壁土を塗り残して外部に向かって矢を射るための穴を開けていた。これを狭間という。追記きでは山城の塀の高さは 五尺二寸ばかりとして、平城の場合は、六尺二寸としてある。これを元にして、中世上閣以降である坂西城跡の塀は、復元してある。戦国時代の末、安土桃山時代に鉄砲が普及すると塀も、防弾性を考慮して、壁の厚さが7寸以上にもなった。江戸時代初期の名古屋城土塀では内側に、欅の板を張って、より防弾性を高めてある。 金沢城では平瓦を貼り付けたり、平の深部に小石を詰めて、強度を増した太鼓塀を構築している。明治の廃城後、土塀は原尊例が少なく、総延長では2306.4メートルが原尊する。最も長い例は、熊本城の長平で252.7メートル、ついで金沢城石川門土塀で148.1メートルある。土塀には、 骨組みのあるものと骨組みのないものとがある。いずれも小さな屋根を吹き用途に応じて狭間を切る。骨組みのある土塀木材で骨組みを作って土壁の容量でこま湯編んでその上に壁土を塗る。外壁の仕上げは支柱を見せて真壁仕上げとしたり漆喰を壁全面に塗ったり一部に下見板を張るなどの例がある。この形状の土塀は 控え柱や控え兵を伴うことが多く、独立しない。この控え柱や控え兵は、臨戦時、上に足場板を渡すことで土兵の上下部での攻撃や、物見が可能となる。この仮説の上部構造を、石田だなという。骨組みのない土兵骨組みのない土兵は、壁土の中に、使用済みの瓦や小石、砂利などを入れて固めたものが主流である。練り兵や、太鼓兵と呼ばれる。 この形状の土塀は、姫路城に原尊霊が多く、復元物では、薄木城のあぶみ坂などに見られる。一方、レンガのように土を固めたものを積み重ねて作ったものが、備中松山城に原尊する。いずれも、漆喰を表面に塗って仕上げ、壁の厚さは一尺以上ある。特殊な練り塀では、名古屋城二の丸に、南蛮練り塀というものがあるが、砂と砂利に、石灰、 湯などを混ぜて強固に固めた南蛮叩きと呼ばれる手法によって作られたものである。現在も二の丸北面に一部が現存する。また、中近世の城郭では、類例が油米と呼ばれる姫路城のもの一棟しか確認されていないが、築地米もある。ありがとうございます。